皆さんこんにちは。今回取り上げるのは70年代前半、白雪姫の愛称で一世を風靡した天地真理さんです。低迷期を経て久しぶりにテレビに登場した時はアイドルの面影もない変貌ぶりが衝撃的でした。天地さんの今が気になる人も多いのではないでしょうか。そんな天地さんの結婚や旦那さんのこと、経歴と合わせて調査してみました。軽く天地真理さんのプロフィールから紹介していきます。本名斉藤真理、生年月日1951年11月5日、出身地埼玉県大宮市、身長158センチメートル、血液型O 型、最終学歴国立音楽大学附属高等学校。近年天地真理さんはファンクラブ主催のイベントを積極的に行い、ファンとの交流に力を注いでいます。住まいは川崎市にある高齢者向け住宅。その暮らしぶりについては2015年の週刊誌のインタビューで答えています。月に家賃が14万円、食費が4万円ほどかかりますが、ファンクラブの人が出してくれていて感謝の言葉しかありません。65歳からは年金が月15万円ほどもらえるはずですが、今蓄えはないです。渡辺音楽出版との契約で私が死ぬまでに3ヶ月に1回5万円が振り込まれることになっていますが、全額娘に渡していて、普段の生活に使うお金は娘が週に3回2000円ずつ振り込んでくれて、それでなんとかやりくりしています。取材時天地真理さんは63歳、高齢者向け住宅に入居しており、週6000円でやりくりしているという驚きの実情でした。70歳となった現在は年金を受給しているはずですが、天地さんには浪費癖があるとのこと。金銭面はおそらく真帆さんが管理しているのでしょう。それにしてもかつてのアイドルの老後の生活をファンが支えるというケースは珍しいのではないでしょうか。これも天地真理さんの根強い人気を物語っているのかもしれません。天地真理さんは1986年9月、青木保さんという一般人の男性と結婚しています。天地さんの著書スリムになるって素敵なことねによると、青木さんは2歳年上で、当時都内でカフェバーを経営する会社の専務だったそう。結婚のきっかけは天地さんの母親の面倒も見るという言葉だったようです。翌年には真帆さんが誕生します。そのあたりの詳細については書かれていません。結婚生活は10年で終わり、1996年に離婚。真帆さんの親権は天地さんに渡りました。ニュースサイトによっては元夫はマネージャーだったとありますが、これに関しても詳しい情報がありません。結婚後にマネージャーになった可能性もありますね。天地真理さんはまた52歳の時に会社社長の男性との再婚宣言をしたこともありました。しかし続報がなかったことから、おそらく結婚には至らなかったと思われます。2018年末には CD、DVD ボックスセットが発売された天地真理さん。アイドルとして一時代を築いた後は紆余曲折ありましたが、現在は娘の真帆さんやファンの支えの下で穏やかに暮らしているようです。真っ先に安心するのは天地真理さんが青春だったという人かもしれませんね。天地真理さんは後に続く女性アイドル歌手のスタイルを作ったスターでした。文房具や子供用自転車などのキャラクターグッズも現在のアイドルグッズの走りと言えるでしょう。人気絶頂期から40年以上経った今でも男性を中心に根強い人気があり、2011年には新しいファンクラブも発足。そのファンクラブを運営し、今の天地真理さんを支え続けているのが娘の青木真帆さんです。真帆さんは1987年8月16日生まれで、2022年は35歳になります。天地真理さんのスクリーンコンサートを企画したり、ファンクラブ制作の CD 天地真理オリジナルファンの集いをプロデュースするなどの活動をしています。ファンクラブが存続できるのも真帆さんのおかげですね。真帆さんはかつてミュージカルアニーのオーディションに合格した経歴があり、一時期は芸能活動をしていたとのこと。自身のツイッターで母への感謝の言葉を綴っており、親子関係は良好のようです。でも天地真理さんによると、2012年頃には
通じ合わなかったのだとか。もともと体調に波があるという天地真理さん、散歩をしたり掃除や洗濯をしたりして体を動かすように真帆さんからアドバイスされていたそうです。母親の体のことを心配していたのでしょう。施設で生活を送られる2022年現在でも、天地真理さんの存在を近くで感じられるような商品やイベントは次々と企画されています。その一つがカレンダーですね。新たに天地真理さんを撮影したものではなく、なんと渡辺プロダクションに眠っていた秘蔵写真を用いて制作されているとのことです。サンプルを見てもサーフボードを背にポーズを決める姿など、とてもチャーミングな天地真理さんがそこにいました。しかも限定300部というレアもの、ファンの皆さんは必見ですよね。さらにスクリーンでも天地真理さんとの再会が実現していた模様です。こちらも新たに撮影されたものではなく、天地真理スクリーンコンサートという企画ですね。毎月企画されているものなのですが、2020年は東京にて3ヶ月ごとに上映作品を入れ替え、さらにパワーアップしているようです。同年には東京だけではなく、大阪、名古屋、福岡のシアターやライブハウスでも上映されたとのことです。そして作品としては1976年4月に東京郵便貯金会館で開催されたリサイタルの模様を流されていました。それだけでも昔懐かしんでいきたくなるところですが、なんとその後にはファンクラブの事務局スタッフによる講演会まで開かれたのです。往年の姿とともに近況報告まで伺えたかもしれませんね。第一線を退かれてもなお、こうして盛り上げていかれているところに、その存在の偉大さを見ることができるのではないでしょうか。一方でツイッターでは、天地真理さん関連のイベントの告知とともに思い出や日々のことも綴られている青木真帆さん。それによると、好きな芸能人はマツコ・デラックスさんで、彼女が天地真理さんに関する発言をすると喜んでおられます。番組の企画的にも、いつか TBS 系マツコの知らない世界で真帆さんにゲスト出演していただきたいですね。マツコさんの熱量も相まって、より天地真理さんのレジェンド感が若い方々にも伝わりそうです。またなかなか動物好きで心優しい一面も垣間見れました。2018年5月18日にペットのパンダマウス、カルビちゃんが天に召されたことを報告されています。真帆さんは2018年5月に結婚され、翌年の10月には男児を出産しました。その後はツイッターの内容も育児日記的に更新されていて、こちらも幸せを感じられる内容です。特徴的なのは寝顔以外、常にお子さんが満面の笑みを浮かべているところですね。真帆さんが近くだからというわけではなく、保育園で先生が撮っても彼女が驚くほど笑顔なのです。以前からおばあちゃんになるのが夢と語っていた天地真理さん、さぞ喜んでいるでしょう。今後も元気に過ごしていてほしいものですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。